今回は駆逐艦、島風を解説してみるよ。後の、島風型駆逐艦の登場まで、日本海軍の駆逐艦の速力は、1920年に、峰風型駆逐艦の、島風、初代、が打ち立てた、40.698 ノットが最高速度であった。その後、武装や船体を強化しつつ、航続力を延長する方向で進化していった。しかし、仮想敵のアメリカ海軍が、新型駆逐艦の速力向上、行使状態38ノット以上を目指しているという情報を入手。これにより、日本海軍は、そいつら超える高速駆逐艦作ってやろうぜ、って感じになった。そんなこんなで、日本海軍は、水雷決戦を目的とする、艦隊型駆逐艦の最高峰を目指し、高速、強雷層の駆逐艦として、島風型を建造した。1941年の丸5計画では、島風型16隻の建造計画もあった。だが、機関の製作が量産に向かないことや、対空、対戦能力を持った松型駆逐艦の量産が始まったこと。大型の駆逐艦は、防空能力に優れた秋月型駆逐艦の建造が優先されたこと。戦局が悪化した。などの理由により、島風型駆逐艦は結局、島風1隻のみ、に終わった。最高速力は 40.3 ノットで、試験では 40.90 ノットも記録していた。これは、魚雷艇を除いた艦艇の最高記録である。ただし、試験での排水量は、燃料などの消耗品を3分の1搭載した状態、でなく、より軽い2分の1状態であった。1941年8月に寄港した、駆逐艦、島風、は、1943年5月10日に竣工。竣工後、島風は訓練部隊の、第11水雷戦隊、に編成される。第11水雷戦隊は、新しく竣工した駆逐艦や、修理などで乗組員の多くが交代した駆逐艦を、訓練させるために創設された部隊であり、第1艦隊に属していた。1943年6月頃、第一水雷戦隊司令官、木村正富、少将の要望で、北方作戦に投入されることが決まる。当時、北太平洋のアユーシャン方面の戦いにおける日本軍は、窮地に立たされていた。このため、日本軍はアユーシャン列島の木塚島からの撤退を決定。ところが、潜水艦による撤退作戦は失敗。代わりに、第5艦隊の水上部隊による一挙撤収作戦が立案。6月中旬、新任の第1水雷戦隊司令官、木村少将は、第5艦隊長官を訪問し、木塚島撤収作戦について協議を行う。この席上で、木村は、レーダーを装備した新鋭駆逐艦、島風、の派遣を求めた。7月5日、島風を含む水雷戦隊は、千島列島のバラムシル島に到着。島風と、軽巡洋艦、アブクマ、キソがレーダーを装備していたが、島風の電端も、見張り警戒用に使用できる程度だった。また、参加した巡洋艦、駆逐艦は、アメリカ艦艇と誤認させるための、迷彩とカモフラージュを行った。7月10日、キスカ島への第一次撤収作戦が開始される。しかし、キスカ島に近づくにつれ、霧が晴れてきたため突入を断念。その後も13、14、15日と決行したが、すべて途中で霧が晴れてしまい、突入を断念した。この慎重な木村の行動は、この年の3月初旬に参加した、ビスマルク海海戦の敵空襲を受けた経験から来ている。と言われる。上空援護のない状態での空襲は、水雷戦隊にとって致命的だ。ということを、木村は嫌というほど知っていた。とされる。燃料の残量も少なくなってきたことから、木村は15日午前8時20分に、一旦突入を諦め、バラムシル島へ帰島。
帰れば、また来られるからな、と言い残しての命令だった、と言われる。キスカ島からの撤退は、第5艦隊司令部にとって不満であり、後日、5艦隊参謀が軍令部に、第1次の際は、水雷戦隊に肝なし、と述べている。さらに連合艦隊司令部、大本営からも、なぜ突入しなかった。今すぐキスカ湾へ突入せよ、といった、非難を浴びることとなった。一方の第一水雷戦隊側は、木村司令官の処置を、妥当、と見ており、両者の間には温度差があった。撤退決断時にも、島風艦長の、広瀬博夢、派、木村司令官に対し、本日を置いて決行の日なし、ご決断を待つに、と意見具申している。7月22日、バラムシル島の気象台が、7月25日以降、キスカ島周辺に確実に霧が発生する、との予報を出した。同日夜、撤収部隊は、バラムシル島を再出撃。7月26日17時44分、濃霧により5隻が関係する多重衝突事故が起きた。単重陣5番手を航行していた島風は、右側に避けて、難を逃れている。7月29日、撤収部隊はキスカ島に突入。13時40分に第1、第2輸送隊ともキスカ入港に成功。14時30分には出港して撤収に成功。撤収人員は、海軍2518名、陸軍2669名、遺骨30柱、合計5183名、もしくは5187名であった。その日の夕方、撤収部隊は、浮上航行中のアメリカ海軍の潜水艦と、近距離でばったり遭遇。だが、各艦とも偽装工作を行っていたため、アメリカ潜水艦は撤収部隊を、味方のアメリカ艦隊、と誤認。両者とも、そのまま素通りしていったという。この作戦は、キスカ島を包囲していた連合軍に全く気づかれずに、日本軍が無傷で、守備隊全員の撤収に成功したことから、奇跡の作戦、と呼ばれている。キスカ島撤収作戦後、しばらくは、日本での訓練やテストなどに追われ、南方へ進出するのは、1943年9月15日になってからだった。当時、ソロモン方面では、熾烈な戦闘の連続だったが、艦隊を組みづらい島風は、最前線には投入されず、戦団護衛として、内地とラバウル、トラックを往復して過ごしている。レイテ沖海戦では、沈んでいく、戦艦、武蔵、の救援任務を行うも、島風が40ノットの高速力を発揮し、魚雷戦をする機会はついに訪れなかった。レイテ沖海戦後、沈没した、軽巡洋艦、の城、に代わって、島風は第二水雷戦隊の機関となる。そして、レイテ島への増援輸送作戦である、第三次多号作戦、に参加。第三次作戦の輸送部隊は、低速で中古の輸送船5隻を中心としていた。これに第二水雷戦隊の司令官、早川美希を、少々は、低速船団を、高速艦で護衛することに疑念を抱いて、反論。しかし、南西方面艦隊の司令長官、大川内伝七、中将に、大本営海軍部、連合艦隊司令部のバックアップ、さらに、これは天皇陛下のご命令である、との、勅命、を持ち出され、関連した。編成に不安が残ったまま、1944年11月9日、第三次輸送船団がマニラを出撃。しかし、11月11日、日本の戦艦部隊が、レイテに向け進撃中、との情報により、燃料補給を中断し引き返してきたアメリカ海軍、第38任務部隊、の艦載機の攻撃に遭う。アメリカ軍機は戦艦部隊を発見できなかったが、代わりに、島風の第三次輸送船団を発見したのだった。こうして、13隻のアメリカ空母から、攻撃機347機が発進。島風座上の早川少将は、このアメリカ軍機の攻撃を受けて、輸送船に、早急に湾内に突入して揚陸作業を行うよう、命令。さらに、駆
駆艦には煙幕を張らせた。対空戦闘に際して、島風は誘爆を防ぐため、魚雷を投棄。狭い湾内での戦闘だったが、その速力と的確な装艦により、爆弾や魚雷の直撃こそ受けなかった。しかし、多数の資金弾と、機銃掃射により、船体に多数の小破口が発生して、浸水。島風の救援に接近しようとした、駆逐艦、朝日も、アメリカ軍機の機銃掃射のため、接近を断念。また、島風の松原仙人参謀より、帰れ、の命令があり、朝日もは退避。そして、1944年11月11日、午後5時30分、島風は後部付近の爆発により、沈没。一連の対空戦闘で、朝日も、を除く、護衛部隊、島風、浜波、若月、長波、総海艇30号、輸送船団、三笠丸、大山丸、西豊丸、天正丸、は全滅した。戦後の1965年、呉市長迫町の旧海軍墓地に、島風の戦没者慰霊碑が、建立された。慰霊碑は、島風が高速の駆逐艦であったことにちなみ、軍艦の環境をかたどっている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。